はい。どうも、皆さん。こんにちはこんばんじいけです。今日なんですけれども、今日は5月28日ね、えー、火曜日に更新が来まして、えー、限定プレイメーカーが新登場しましたので、こちらのグレード85以上全選手徹底解説やっていきたいと思います。さあ、ということで、じゃあ今回パート1になるんですが、えー、最初のところね、やっていきたいなと思います。で新スキルとかもね、登場してますので、えー、そこの解説とかもね、えー、パート1の動画でしっかりとやりたいと思いますので、まあ、よかったらね、気になる方はぜひね、参考程度に聞いていってください。 はい。ということで、早速ね、プレイメーカーの話をしていきたいわけですが、まあ、今回ね、ずらっとね、まあ、ピックアップの選手たちも並んでまして、まあ、こういった感じでね、えー、選手が登場してるわけですが、まあ、新スキルのね、解説をまずちょっとやっていきたいんですけど、今回ですね、2つ登場してますね。はい。パーフェクトフィードとルーレットね。はい。 これ、ルーレットはね、まあウィコレでもまあまあ強いんじゃないかな。うん、未だに。結構強いんじゃないですかね。使われてるんじゃないかなと思うんですけど。まあフェイント系の新スキルね。まあやっぱりフェイント系は新スキルで攻めてきましたね。ということで、えー、見ていきたいなと思います。まずですね、このパーフェクトフィードね。はい、これはシャープフィードの上位スキルなんで、スルーフィードとかそっち系とで、ね、あの、スペースへのフィード、スルーフィード、シャープフィード、パーフェクトフィードみたいな感じで、こういったタグインのところの新スキルね。 はい、になっておりますと。まあ、だからフィード系なんですけど、どっちかというと、なんていうかな、スルーパス系を含んでるようなフィード。まあ、ピン、選手にピンポイントで飛ばすのはそうなんですけど、飛ばし先が結構、まあ、そうですね、ウィングに飛ばしてくれたりとか、まあね、ディフェンスラインからとかでも、まあ、結構長い距離ね、フィードを蹴ってくれる可能性があるね、フィードになってくるわけですが、まあ、今回ですね、裏 EP50% で、はい、登場してますね、こちらね。 で、今回はですね、えー、ネタラビ選手と田口選手かな。この二人に、はい、ついてますので、まあ、この二人を解説するときにまたちょっと触れていくことはあると思います。はい、で、もう一つね、これ、ルーレットね。はい、これも非常に大事だと思うんですけど、マッチアップした相手のディフェンダーの前で360度回転し、綺麗に抜き去ると。あ、華麗に抜き去るね、ごめん。華 <laughs> 麗に抜き去るということで。はい。まあ、フェイント系のね、まあ、縦取り、まあ、ターンドリブルとかとちょっと似てるところはありますかね。 まあこれもね結構ね縦に、まあフェイント系のドリブルなんですけど、縦に伸びてくれるんでね。まあそのルーレットで抜けた後に、まあ例えば、まあそうですね、今回だったらプレイ目なので、まあそのままパスしたりとか、まあシュートしたりとかいうところに繋げてくれると思うんですが、ウィングとかね、まあサイド系の選手も結構このルーレットをね使いこなせることができまして、例えば今だったら縦取り発進だったところルーレット発進のカットインのシュートスキルとか、そういった感じで今後アレンジしたいのカードというのはね、おそらく今後出てくると思いますので、もしね、そういうカードが出た時、 はまあ、ぜひね注目をしてみてくださいで今回はですね誰が持ってるかというと、えー、セレッソの香川選手と栃木の大森選手はい この二人がなんとね、持って登場してるということで、大森選手はね、グレード89ぐらいでしたかね、ハ、は、イ、い、カードになりますので、ここもまたね、この二人を触れるときに、まあおそらくお話しすることになると思いますんでね、まあ詳しいその相性とか、まあ今回ね、その他にも当然スキルね、2スキル持ってきて選手出てますので、まあ相性的にどうなのかっていう話はね、その選手の個別の評価で、ぜひ確認していただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで新スキルの発表とか、発表とか解説は以上となりまして、 えー、選手図鑑中にね、いつも通りじゃあお話をしていきたいなと思います。じゃあ、まずですね、札幌からですね。はい。さあ、今回ここはプレーメーカー、小前選手がね、はい、登場しております、えー。グレード87、スタミナタイプで登場です。スキル構成がレインボーアーチパス、ハードチェイシング、スルーパス。で、チームスキルがフォワード全パラ協会 A で、ボーナスセンスがオフェンス20%プラス。総合値が6059のオフェチが1553。 4ステはスタミナが1126。で、次いでテクニック1037、えー10。スピードが109。で、パワーはちょっと低めかな。937というね、数値になっております。はい。ということで、この小前選手のカードね。まあ、いつも通りカードの評価はクラチャンリーグ。それぞれね、評点をつけていきますので、評価していくと。まあ、クラちゃんですね。これはね、まあ、評価としては、ま、7ぐらいですかね。はい。で、リーグも、ま、7で。 評価しておきたいなと思いますということでまあお互い7-7ということですがまあまずクラちゃんの話からしておくとまあ A スキルねめちゃくちゃ大事なんですけどまあレインボーアーチパスはい悪くないかなと思いますでまあハードチーシングでねしっかり稼ぐこともできるしなんならスルーパスも出せるということで、まあ、パス2種持ちのねタックルまあタックルとかチーシングまあ1つ持ちなんですけどまあこれはね結構まあはまれば活躍しそうですねうん まあ、ポジション的にはまあ、そうですね。一番いいのはまあ、トップ下か CMF かなと。で、トップ下もまあ、ワン、ね、あのー、B 褒めみたいな一人の褒めじゃなくて、どっちかというと開きやすい褒めがいいね。まあ、A 褒めとかね、433で塗ったら。まあ、そんな感じで、まあ、二人並びの褒めとかね。まあ、そういったところで使いやすいかなという感じがします。はい。 というところで使ってあげると、ま、クラちゃん的にもね、レインボーアーチ打て、打ちやすくはなると思うんでね、ま、そういうところも決して悪くないと思うし、ま、あ他のね、ツースキルで稼ぐこともね、当然できますので、ま、それも悪くないかなと考えると、ま、全然ありかなと。ま、EP 乗ればね、ま、チームにフィットするんだったらこれはありなんじゃないかなと思います。で、あとリーグ面もね、ま、似たようなこと言えるんですけど、ま、CMF か OMF、ま、シャドウでもま、使えなくはないじゃないんですけどね、ま、ここら辺で、ま、このパスアートして、どれぐらい使えるかというところですが、うん。 ま、守備しながらね、まあ、そういったところでしっかりと価値を見出せると悪くないんじゃないかなと思います。まあ、特にボレー系の選手とかをね、あのー、ま、CF とかで使ってるとか、上目のポジションで使ってるんだったら、このね、レインボーアーチもより生きてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういう選手との相性ね、まあ、悪くないと思うんで、まあ、ぜひそこにね、合致するんだったら、まあ、使ってみるというのもね、ありだと思います。まあ、カードとしてはま,あまずまずかなという感じですね。はい。ということで、まあ、小前選手の評価は以上となりますが、 まあ、あんまプレメの印象ないけどね、今シーズンね。<laughs> なんかこと、今回そういうカード多いなって、あ、ここ、この選手出るんだ、みたいな。うん。なんか多い気がしますけど、どっちかというとなんか CF とかやってるイメージですけどね。うん。まあ、どうなんでしょうね。今後もしかしたら、まあ、もともとなんていうかな、スナイパーとか、 なんかそういう系の限定強いイメージあるけどね。狛江選手でね。うん。まあフォーカスとかね。まあ今後もチャンスあると思うんで。まあぜひなんかどっちかというとシューターのカードが欲しいとかだったら、まあ今後のカードはそっち寄りのカードがね、おそらく出るんじゃないかなと思うので期待していいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、2人目ですが。さあ次は樋口選手ね。はい、見ていきましょう。グレード94バランスタイプです。 スキル構成がパーフェクトパサー、構成度ミドルシュート、チップバス。チームスキルがスタミンオフェンス強化。で、えー、ボーナスセンスが EP50% プラス。総合値6777のフェチが1538。で、4ステで高いのが、スタミナが1278。テクニックが1229。まあ、ここがちょっと高めかな、右寄りがね。うん。で、左のがスピード1142、パワー1128も、まあ、まずまずかなっていう感じですね。はい。 というふうな、えー、カードが出ておりますが、ここもね、評価していきたいなと思います。はい。まずはですね、ここはクラちゃんはまあ9ですね。で、リーグはそうですね、これもまあ難しいですけど、8.5か9ですけどね。うん。まあ一応9でつけておきますか。はい。99で評価しておきたいなと思います。 さあ、ということで、まあ、まずクラチャンメはね、ボナセンキン EP プラスありますし、まあ、パイフクトパサーね、まあ、これ裏 EP50% あるパススキルなんでね、これがしっかりと発動できればめちゃくちゃ稼げるんじゃないかなと考えると、まあ、決して悪くないかなと思います。まあ、ただですね、他のスキルがチップパスとミドルシュートなので、ま、あこれを補助するようなね、スキルがあるわけじゃないので、そこはちょっとね、どうかなっていうところありますけど、まあ、ボナセンキン EP でうまくカバーしてるかなっていう感じですね。うん。<laughs> なんかもっと稼ぎやすそうなね、スキル構成というのはあると思うんですけど、まあ、そこ次第かなという感じなんで、まあ、ポジション的にはね、いろいろま、可能性ありますけど、まあ、右サイドハーフでもいいし、まあ、ウィングでもいいし、なんならま、ね、パサーめちゃくちゃ意識するんだったらトップ下でもいいし、ということで、まあ、でもクラちゃんだったら一応トップ下がいいのかな、パスが A ならね、もう A スキルが圧倒的に稼げるんで、 裏50でね。まあこれを一番打ちやすいと思えば、まあトップ下か、まあ CMF かなっていうところなので、まあ真ん中寄りのカードかなと思うんですけど、これ逆にですね、リーグで言うと、どっちかというと僕はウィングとかの方が価値あると思ってて、 まあ、下からでもね、上からでもアシストを出せるし、まあ、ただ、その、割合的な話で言うと、チップパスとパーフェクトパスあって、こうなった時に、どっちがより発動するかっていうのはちょっと難しいんでね、その展開とかによってもちょっと変わりそうだし、その安定感がないのでね、ウィングっていうのはちょっとね、CM、あの、ごめんなさい、クラチャンではせめ、あの、進めにくいんですけど、まあ、リーグとなるとどっちか発動すればっていうね、見方もできるので、個人的にはまあ、リーグだったらサイドハーフかもウィングおすすめかな。まあ、特にウィングはおすすめかなという感じですね、今回のカードね。うん。 でそういったところで見たときに、まあ一応ね、このね、まあ下から上でもどっちでもパス出せるということで、これはね、評価に値するということで、まあ8.5かどうか迷いましたけど、まあ9、はい、しっかりとつけておきたいなと思います。まあ右ウィングのね、パスワーとか探してる人は積極的に狙う価値はあるんじゃないかなというところで、はい、評価つけておきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。 はい。ということで、樋口選手の評価は以上ですけど、まあ、今回ね、まあ、こういったカード出ましたけど、まあ、今年ちょっとね、出番がどうかなっていうところ、まあ、序列的にもね、まあ、ちょっと、どうかなっていうところが正直ありますので、昨年ほどいいカードが出るっていう可能性はちょっとね、どうなんだろうね、低い可能、低いんかなと思っちゃうんですけどね。まあ、ただ、プレミでこれぐらいのカードが出たっていうのは一つね、収穫あると思うんで、まあ、ぜひ樋口選手のいいカードを狙ってる人はぜひね、チャンスだと思うんで、狙ってみてください。悪くないと思います。 はい。じゃあ続きまして、えー、3枚目ですね。3人目は浦和からですね。さあ、ここ早くも来ましたね。グスタフソン選手ね。はい。グレード89、パワータイプです。スキル構成がトルクモーター、チップパス、ピンポイントフィード。チームスキルが、えー、ミッドフィルダー、全パバラ強化 A で。ボーナスセンスがディフェンス20パアッププラスと EP30 パープ,プラス。総合値が6258で、ディフェッチが1324。4ステで高いのはパワーが1194。スタミナが1136。 これはちょっと抜けてますね、下の方がね。うん。で、上の方はちょっと低めで、テクニック986のスピードが928ということで、まあ、パワー下の、まあ、ボランチ系みたいな感じですかね。ステータスがもうはっきりしてるタイプですね。はい。というふうな、えー、カードが出ておりますが、こちらもクラチャンリーグともに評価していきたいと思います。まあ、まずはですね、これクラチャンはね、まあ、8、はい、つけたいなと思います。なんならば8.5ぐらいあると思っていいと思います。 で、リーグもね、まあ、8、いやー、リーグは8やりすぎやな。ちょっと待ってね。リーグはね、7かな。うん、つけたいなと思いますね。8、7で、はい、つけさせていただきます。さあ、ということで、まあ、これでも8.5、7.5ぐらいで見てほしいかなという感じなんですけど、 ま,あまずはクラチャンはね、ボナス NP30% アッププラスがあるので、まあ、これが一ついいところと、まあ、トルクモーターはね、裏30あるタックルスキルでしっかりと稼ぎやすいというところと、まあ、取った後にチップパスかフィードでね、まぁ、あ、繋げることができれば、まぁ、あ、エビの連動みたいな感じで見ることができるので、まあ、これは8.5ぐらい、うん、つけていいんじゃないかなと。稼ぎはそれなりに安定するんじゃないかなと思います。で、リーグの方はね、7.5。うん、まあ、評価的にはもうちょっと上でもいいんじゃないかなと思われがちなんですが、ここはやっぱね、ちょっとスティールがないところがね、響きそうですね。うん。 これね、どっちかというとね、なんかね、タイプ的には CMF っぽいんだよね、スキル構成が。ただ、まあ、なぜか反的もないんですけど、CMF の適性がないと。なると、ちょっとね、やっぱね、スティールがないのが不安ですね、ボランチにボランチで使うにしてもね。どっちかというと、これね、評価的には、これ右サイドハーフの方がまだ面白いかもしんないね。トルクモタッチップパス。うん。これはね、一つ興味があるんですけど、まあ、ボランチとしてみたら7.5。まあ、右、 まあでも右サイドハーフとしたら8ぐらいあんのかなうん。まあ微妙なとこですけど、一応7.5にしましたけどね。うん。意外とボランチっぽいですけど、右サイドハーフの方が価値あるようなカードになるかもしれないので、まあこれはね、ぜひね、そこでもちょっと気を考えてほしい。まあリーグ面ではね、特にそこでは、そこでも気を考えてほしい1枚になるかなと思いますので、まあぜひ、えー、そういったところも考えながら、ぜひね、気を確認、起、え、用、ー、するかどうかっていうのを選択をしてみてください。 ということで、えー、グスタフソン選手の評価は以上となりますが、まあ、正直ね、もっといいカードが出るんじゃないかなっていう雰囲気は特に後半の方はしますので、まあ、今のところね、まあ、取れたらラッキーぐらいっすよね。<laughs> 89なんで全然可能性ありそうですけどね。まあ、今、それこそキラグロ集会とかレギュラーも72ぐらいなんで、 まあ全然ね、なんかね、今の価値というのは、まあ正直去年のホイブラーテン選手とか見てみると、まあ前半ね、黄色限定88でしたけど、後半96とかフォーカスでね、うん。まあそういう選手もいましたので、そこになり得るかどうかというところがね、今後試されてると思うんですけど、まあ将来ゆくゆくはね、そういうとこを見ると考えると、このカードはまあつなぎのカードとしても見れるのかなと思うんですけどね。まあただ特に浦和のクラブリンク使ってる人からすると、クラブリンクね、すごく活かすようなね、 あの、ボナセンにもなってますし、まあ、カードでもあるので、まあ、可能性はね、十分に、うん、あると思うんで、ぜひね、狙ってほしい一枚ですけどね。はい。ということで、まあ、クラチャンでもリーグでもそれなりの活躍はしっかりしてくれるんじゃないかなと思いますので、まあ、ただ、リーグのボランチはちょっと不安要素があるんでね、そこはちょっと考えて、えー、使ってみてください。はい。じゃあ、続きまして、えー、4選手目にして、早くも来ましたね。うん。早くも来ましたね、マティウ・サービス選手ね。はい。 ということで、レイソルはマテウス・サビオ選手がグレード97バランスタイプで登場してます。これバランスタイプ結構珍しいね。もともとパワータイプ多かったですけどね、去年ね。はい。ということで、見ていきますと、スキル構成ね、ワイドレンジクロスター、エンジェルパスが常設。で、高速ドリブルとレーザークロス選択ができます。で、チームスキルはスターメンオフェンス強化で、ボナセンが EP50% プラス。で、総合値が7093のフェチが1597。 で4捨てで高いのがスピードが1271。あ、その前にテクニックですね。1295。で、スピードが1271。で、津波二1249のパワー1187というね、まあバランスタイプいいですね。はい。まあ総捨て結構高めですね。はい。というふうな、えー、カードが出てるわけですが、ここもクラちゃんリーグともに評点つけて話していきたいなと思います。はい。ここはですね、まあ評価はクラちゃんはもう10ですね。まあ、リーグも10で、はい。つけたいなと思います。 まあ、ここね、1010というカードは多分今まで一回も多分今シーズンはつけてないと思うんですけど、まあ正直僕はこれね、もうウィングの派遣握ってもおかしくないかなっていうぐらいのカードに見えますね、個人的にはね。まあ、まず良さとしては、まあこれセレクトスキルはね、もうクラチャンリーグともにどっちでも選択はありだと思うんですが、まあより僕が稼ぎたいんだったら高速ドリブルの方じゃないかなとは思います。はい。で、これはなぜかというとですね、高速ドリブルからワイドレンジクロスに繋げることができるんですよね。 なので、まあ、a スキルの言ったら実質連動みたいな形も取れるし、まあ、エンジェルパスで下通したら通したでね。まあ、それはそれで、まあ、A スキルをしっかり発動できるので、それでいいんじゃないかなというところと、まあ、じゃあ、クロス3種とか、クロスていうか、パス3種はどうなのというところなんですが、まあ、これはこれでありだと思いますね。うん。 まあ、ただ、深いところに行ったらワイドレンジクロスの選択があるし、まあ、ある程度の位置からだったらエンジェルパストレーザークロスの選択があるということなんで、まあ、スキル切れはまあ起きないだろうし、うん、そこの安定感はあるなと。まあ、ボール持ってしっかりと抜け出して、まあ、やっぱ能力者の高さもあるんで、あとね、まあ、通常の動きの良さとかがあれば、まあ、ドリブルなくてもね、まあ、結構深い位置に行けたりとかする可能性あるので、まあ、そういう動きをするんだったら、まあ、高速ドリブルなしでもいいやと思えると思うんでね。 まあ、それだったら、まあ、レーザークロスに、まあ、リーグメは特にしてもいいんじゃないかなという選択が取れるのも結構魅力的かなと思いますね。はい。個人的にはどっち選択してもいいと思います。で、まあ、このカードをなんでそこまでじゃあ買うのと言われると、まあ、能力値は確かにボナセンキン EP なので、まあ、 強いて言うならね、まあその能力値は上がらないっていうところがあるので、まあリーグ目はじゃあね、そんなに評価良くないかって言ったら決してそうではなくて、まあクロスタータイプの選手というのは、まあそのね、シューターとか、まあディフェンダーとかゴールキーパーほどやっぱりオフェディフェのさ、なんていうかな数値の大きさというのは求められないので、まあそんなにやっぱり気にすることはないんじゃないかなというところと、元々もともとやっぱグレードが高いんで、まあしかもバランスタイプだし、結構バランスに均等にね、能力値は振ってあるので、 まあそういったところもいいですし、まあこれキラとかでよりね、周り伸ばせれば、その伸びる分もね、より生きてくるだろうし、まあクラブリンクとかも含めてね、まあすごくいいと思うんですけど、うん。で、やっぱりね、まあこのクロス、まあそのワイドレンジクロッサーと縦取りの関係とか、こういうところってすごくやっぱ印象いいと思うんですよね。なんでかっていうと、縦取りからワイドレンジ打った方が、まあ言ったら今ってボレーの選手とか多いじゃないですか。ああいう選手とかも正直ボレーって、 あボレーというかワイドレンジって、まあ、浅い位置からも打てるんですけど、深い位置から打った方が成功率、やっぱ、ボレーにつながる確率が上がるんですよね。どっちかというと、ワイドレンジって手前から打った時っていうのは、足元に収まったりするので、まあ、それがかえっていいっていう人がいたら、それはそれで、まあ、別にこのカード使わなくて、レーザークロス選択すればいいと思うんですけど、深い位置から上げてほしい人もいると思うんですよね、ボレー主体とかで戦ってる人からすると。で、あの、今って、まあ、ディフェ3周、あ、セービング側、まあ、ゴールキーパー側の目線から見ると、 まあ、エアオールとか、まあ、マーイケ系とか、まあ、その、それこそセービング系とか、今しっかりと3種で持ってるカード多いんですけど、今後じゃあ、セービングが2種とかになってくる環境とかもあると思うんですよね。 そうなったときに、エアウォールを選択するのか、間合いを選択するのかという選択を迫られるわけですが、どっちかというとですね、んまあ、これまでの環境って間合いの方が結構重視されてきたと思うんですけど、こういうカードが増えていくことによって、深い力のね、ワイドレンジというのはね、結構上がってきやすくなるんですよ。でそうなったときにどう対応するのかって言ったら、間合いじゃどうにもなんないですよね。エアウォールで弾かないといけないんですよ。で、このワイドレンジクロスターのそもそものクロスの質がいいので、 なかなかね、そのエアウォール系っていうのも、B スキルとかじゃ弾けないことって結構あると思うんですよ。で、弾けなかったらどうなるかっていうと、大体その奥で、まあね、相手の選手が待ってるので、もう普通にボレースキルなしとかでも押し込まれたりとかね、まあそういう感じでつながっちゃって、失点に繋がる可能性っていうのはあるんですけど、だから、それこそもう A スキルのエアウォールも結構質がいいのを持ってないと、これって防げなかったりする場合っていうのがどんどん増えてくると思うんですよね。 でそうなったときに、今の環境だと、どうしてもトリプル A スキルのキーパーとか、まだ少ないですし、まあ、どうしてもそのエアウォールが B 系になって、まあちょっとここが弱点になっちゃったりとかね、する可能性もあるんでね。で、ボレーとかもまあ、それこそ、そうですね、ケアしないといけないので、間合いをじゃあ捨てることができないとかなったときに、選択によっては、この、ね、エアウォールを持たないっていう選択も今後あるかもしれないんでね。そうなったときに、こういったワイドレンジでバンバン刺さっていくので、まあ今後の環境にとってもすごくいいんじゃないかなと、うん。まあ、思うところがあるわけですよ。 で、それだけじゃなくてエンジェルパス持ってるってのもいいんですけどね。これ下から通すことによって、やっぱり近距離とか。で、これも間合いに刺さるところもあるんですよ。言ったら、そのウィングから下通すときって、間合いを使わないとさばけなかったりするんですよね。ゴール、も本当にエリアに入ってきたりすると、キーパー目線からですよね。だからさっき言った通り、セービング2種とか持っちゃうと、まあ、このワイドレンジクロスターを防ぎに行くにもエアゴールがいる。エンジェルパスを防ごうにも間合いがいるみたいな感じで、セービング2種を選択させないっていうね。 ところの、えー、カードにもなってくるわけですよだから、こういうカードを使うことによって、相手の人が、セービング2種というのは使いにくくなるんだよね。うん。とか、今後、その、釘を刺す役割とかも、まあ、すごく担ってくれると思うんでね。うん。まあ、そういった意味ではいいんじゃないかなと思います。で、おそらく、ま、あそろそろセービング2種のね、セーバー系のシュートセーバーとダイナミックセーバー2種とか、ま、あね、レジェンド、レジェンドていうか TS だったら、 まあ、こういうと、ね、ダイナミックセーバーだったり、ね、シュートセーバーだったりという、種持ちがおそらくまあ、そろそろ流行、流行るっていうか、まあ、出てくるんじゃないかなと思うのでね。まあ、必ずしもそれが、じゃあ強いのかって言われると、こういうカードがいると、ちょっと使いにくいよねとか、まあ、そういうところにもなるんでね。うん。まあ、そもそもやっぱりアシスト面がすごく強力ということもあるので、まあ、今後のね、派遣を握っていく可能性というのは全然あると思いますね。このカードね。はい。で、しかもね、やっぱ、両イングできるっていうのはでかいね。うん、これもめちゃくちゃ評価すべきところなんで、 ま、すごくいいカード出てると思うんでね。ま、ぜひ、え、迷ってる人は、まあ、特にね、まあ、ウィング、どっちかね、まあ、自信がない人は特にね、狙ってみる価値は十分にあると思うんで、ま、ぜひ、え、狙ってみてほしいなと思います。はい、ということでね、一旦今日1本目の動画は、スキル解説とかもあったりとか、ちょっとピックアップの選手多かったりとかしたんでね、一旦4人で、え、打ち切りにしようかなと思います。 で、どうせね、おそらく、最後の方が4人とかになってしまうので、まあ、最後の方ね、また5、6人とかでやれば、ちょうど5本ぐらいで終わると思うんでね。まず、あ、ぜよかったらね、えー、この続き、またパート2、パート3と上がっていくと思うので、まぁ、あ、よかったらぜひね、そちらの方も見てください。ということで、まぁ、あ、今日プレミアね、まぁ、あ、 見ていきましたけどね、更新とかでもね。まあ、結構ウィングが強いんじゃないかなっていうね。トップ下というよりもどっちかというとウィングなんか強くなったなみたいな印象があったのは、さっきのサビオ選手とか、まあそれこそヒグ選手のね、ピックアップとかもそうでしたけど、結構ウィングの毛が強いカードが。 ま、今回のプレミア多いなっていう印象があるので、まあ、意外とライトニングエッジとかでね、ウィング強化しようかなと思ってた人も、あれプレミでもできるやん強化みたいな感じになるので、まあ、いろんなニーズにね、もしかしたら答えてる場面、ね、場合があるんでね、まあ、ぜひ価値は、そういった意味では価値あるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひこの期間の間にしっかりと狙ってみてください。ということで、えー、じゃあ今回のね、パート1の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまで失礼します。バイバイ。